で、ここで助けに来させて全滅狙おう。中作戦でいきます。これ初釣りだから、仲間の心理としてはさ、やっぱおぉ、こいつ助けに行かなきゃマジいだろうってなるだろう。え、嘘、諦めんの。え、マジでそれでいいのか、お前は。え、わかんねえ。あこれふざけんなよ。これは立ち悪いとこにありますよ。ちょっと待ってな、ちょ、イヤホンつけたいけど。さあ来やがれクズ、逃げれるもんなら逃げてみろ、逃げれるもんなら逃げてみんしゃい。どうよこの夫人、これは逃げれないでしょ。え、よく見るとなんか負のオーラやばくね、負のオーラが。ふざけんなよてめえこの野郎、ふざけんのもいい加減にしろよ。行こうか。やばいやばいやばい、あ、なんで追い込んでるのは俺の方なのに、俺の方が追い込んでるはずなのに。俺の方が追い込んでるはずなのに。これでも罠だよな、回してやがる。うぅー、どうするなあ。いや、よーよし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 、てめえこの野郎、逃げれと思ってんのかクズ。おい、おめえぶっ殺してよ、おめえ殺して俺は綺麗に勝つんだよ。一発切って発電機の前でキャッチ。危ない、よかった。一旦壊しといて右、これはちょっとめんどくせえ戦いになってんぞ。 OK、 発ボタンあった。で、右行ったとしても切っちゃダメ、ハッチの前でキャッチしなきゃいけないから。 OK、 ナイス、そっち行ってくれたらありがたい、そっちはありがたいぞ。よっしゃ、 OK、やばい。あ、でも大丈夫だ。よーしゃ、よーし、あぶねえ、持久戦制した。これは絶対負けたくなかったからな、俺。よーし、あぶねえ。よっしゃ、これはよく守り抜いたな、今。よくぞ守り抜いた。ハグちゃんいけるやん、俺。ね、この手何、この手。左手邪魔なんだけど、さっきから。これ振りかぶった時の左手めっちゃ邪魔なんだけど。あれのせいでさ、何回か逃したんだけど。強っ。
おー、いいね。もうちゃんとしたランク1のやつら枯れたんだ。ちょっとゴミパークだったけど頑張ったな。じゃ、なんかさ、もうキラーで4釣りしてもダメだろ。